兵庫県気象兵庫県気象通称兵庫県省は日本の都道府県の一つ兵庫県の県省。旧著作権法の規定により1952年1月1日よりパブリックドメインとなっている。1921年に感染第15代知事の有吉忠和が制定を提唱し県庁内でデザインの工房を実施した。その結果、 漢字の平を四角い形に図案化した永前課長、沖塩明のデザイン案が採用され、同年2月10日の建国時第81号、兵庫県気象により制定された。1964年に兵庫県気が制定されて以降、県気のデザインにとって変わられる形でこの県証の使用機会はほとんど失われている。県の公式サイトでも、県の概要では、 県記のみが紹介されているのをはじめ、全国知事会のサイトでも県記のみを掲載しており、検証に関する説明は一切存在しない。しかし、県は旗、県検証の両方を正式なシンボルであると規定しており、戦術の子供の広場では、検証も県記と合わせて紹介されている。県機省の使用例現在では主に県が、知事の名義で交付する、表彰状及び、排水口の蓋や、 土地の境界を示す杭、金具など土木関係のものに用いられている。また、1960年代前半頃に建てられた古い県営住宅の外壁でも、県証が描かれている場合がある。県庁舎では、正門、県議会本会議場の議長席広報の壁に金色の県証が配されている。また、県の市庁舎では、神戸総合庁舎や社総合庁舎、 姫路総合庁舎、篠山庁舎など築年数の古い庁舎で、県省がデザインされている。県期では、県省が用いられていないのに対し、県の関係組織や外閣団体の基礎や旗では、県省をデザインに取り入れたものが多く見られる。ありがとうございます。